アンバ、釣り輪と、はい、まあ、アンバは2位でしたけれども、はい、1位だけで3つ、そうですね、ベテラン勢よく頑張りましたね、はい、半分の種目を見事にこなしました。さあ、ご覧いただいておりますのは段違い平行棒のミロソビッチ。今の構成は去年とちょっと変わってきてますね。あ、なるほど。ジンガーが入りました。さらにトカチェフ、どの辺が変わってるんでしょう。車輪の1回半ひねりから逆手のまま前方に車輪をしており、今の降りは危なかったですね。一歩出てしまいました。ちょっとあの足がこうつるようなね、雰囲気もありましたけど、大丈夫だったんでしょうか。半ひねりということになります。しかし選手は1年の間にこれだけ構成を変えてこれる力を持っているわけですね。なるほどね。ただあのミロソビッチは日本に来る前にもですね、ベルギーでエキシビジョンがあって、とにかくもう売れっ子なんですけれども、まあ、疲れている中で世界選手権と同じ技をできるだけお見せしますということは